打ち上げ花火はピタットハウス第一不動産が協賛しています。さあ皆さん、お待たせいたしました。お待ちかねの花火の打ち上げの時間です。 Time now for the fireworks。 それでは行きましょう。Thank you.
力投もありましたね。そうですね、なんとか刑事にね、勝ちをつけさせてやりたかったんですけど、なかなかセット場面で、最後頑張ったんですけどね、僕も何とか打ててよかったです、はい。そしてこの接戦を制したというのは、これから首位追撃に向けて非常に大きな勝利になるんじゃないでしょうか。そうですね、今、現在3位でいい位置にいますので、何とか優勝争い最後まで入っていきたいと思います。そして川本にとっては3年ぶりとなるここ静岡草薙球場での試合でした。川端選手の打席の時には今日一番の大きな拍手も上がっていました。ファンの力というのは感じましたか？はい、いつもね、本当に打席に入るときすごく大きな声援をいただいて本当に力になってますし、そのおかげで今日も打てたと思います。それでは明日もここで試合があります。静岡のファン、そして全国のファンに向けて明日への意気込みをお願いします。はい、今日勝って、明日も勝って、これからどんどん、勝って優勝できるように、頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、決勝のタイムリーでチームを勝利と導いてくれました川端は川端慎吾選手の移動インタビューでした。勝利の関東一本締め、お手を拝借よっ。勝利と導いてくれました川端慎吾選手に一度大きな拍手をお送りください。